エパンテリアスイパンテリアズはアロサウルス科に属する大型肉食恐竜。推定全長は最大で12メートルに達し、ティラノサウルスやギガノトサウルスに並ぶ最大級の獣脚類だった。研究者の中にはこれをアロサウルス属の一種とする見方もある。ジュラ紀後期の北西アメリカに生息していた。 ジュラキ最大の肉食恐竜の一つであり、ティラノサウルスよりも力が強かったと考える研究者もいるが、かつてはアロサウルスと同一視されたために、この称号がアロサウルスのものになってしまっていたこともある。現在でも一部の化石しか発掘されていないため、その詳細は不確かなままである。生体復元図タイプ標本と人3体のアロサウルスとのサイズ比較。 エパンテリアスはコロラド州ガーデンパークのモリソン総上部から発見されている。1878年にエドワードドリンカーコープによって記載された。模式種はエパンテリアスアンプレクススイパンテリアズアンプレクサス。俗名は、支え、種商名は、抱くを意味し、この組み合わせで抱き支えるものの意味である。コープは動物に対してとしてというより発見された。 骨標本に言及して、学名をつける傾向があり、本種の場合、それらの骨が巨体を支えていたことを想定して、与えられた学名となっている。本属は、アメリカ自然史博物館像のホロタイプ、アムネ5767に基づく。これは三つの脊椎、一つの右甲骨、一つの中足骨でなる。またコープは当初これを、脚類と考えていたが、後に、 重脚類と改められた。グレゴリー・ポールは1988年に、本種はアロサウルスの大型種であると指摘し、アロサウルス・アンプレクス・アロサウルス・アンプレクサスと分類し直した。別の研究者は、種としての独自性さえ疑い、エパンテリアスは、アロサウルス・フラギリス・アロサウルス・フラギリスの大型個体に過ぎないと考えた。2010年に、ポールとケネスカー・ーペンターは、 イーアンプレクサスの標本はアロサウルスフラギリスよりも新しい地層に由来することからおそらく別のタクソンであると指摘した。彼らは同時にホロタイプの持つ情報は同定のためには貧困すぎるとし、エパンテリアスを疑問名として再記載した。ありがとうございます。